デニム、情報通りだ。ランスロットの野郎が現れたぜ。わかった。姉さん、いよいよだね。やっぱりやめよう。ね、私たちに勝てるわけないわ。何言ってるんだ、母ちゃん。またとない絶好のチャンスじゃないか。だって、たった3人であの暗黒騎士団と戦うだなんて、無茶もいいところよ。大丈夫だよ、姉さん。奴らだって油断してるさ。おじけづいたって言うんじゃないだろうな。俺は一人でもやるぞ。やめろよ、バイス。言い過ぎだ。行こう、姉さん。やっぱりうまくいくわけないわ。それに彼らの命を奪って何になるっていうの？ランスロットは暗黒騎士団の総長だ。そして奴らはバクラムの力の源。ランスロットを暗殺するってことは、バクラムの力を一時的にでも弱めることになるんだ。そうすりゃバレリア全土を征服したがっているガルガスタンが動き出すに違いない。落ち着いたばかりなのにまた戦争を起こそうっていうのね、あなた。この状況のどこが落ち着いたっていうんだ、カチュア。俺たちウォルスタ人はまるで虫けらのように扱われているじゃないか。そうさ、奴らは俺たちに死ねと命じてるんだ。だからって戦争なんか始めたって私たちは負けるだけ。死ぬのがオチよ。し、奴らが来た。挟み撃ちにするぞ。デニムは後ろへ回ってくれ。わかった。君たちは何者だ？俺たちはウォルスタ解放軍の戦士だ。みんなの仇を取らせてもらう。仇だと？ずいぶんと手荒な歓迎だな。なんだ、ガキじゃねえか。待て、我らを知っているのか？人違いではないのか？お前はランスロットだろうが。なら確かに俺たちの仇だ。いかにも、私の名はランスロットだ。なぜ私を知っている？1年前にこの町を焼き払い、住人を殺したのはお前たち暗黒騎士団だ。暗黒騎士団だと？我々は東の王国ゼノビアからやってきたものだ。そういえば暗黒騎士ランスロットは固めのはず。あなたは違うわ。固めの暗黒騎士どうやら同じ名前のせいで間違えられたらしいな。俺たちは傭兵の仕事を求めてこの島にやってきた。私の名はランスロット・ハミルトン。ゼノビア王国の聖騎士だ。オラカノープス、
風使いと呼ばれている。そっちのじいさんは？私はウォーレンモン先生術師でございます。私はミルディン・ウォルホーン、同じくゼノビアの騎士です。俺の名はギルダス。そんなに怖い顔しないでくれ。そんな違うなんて。なら俺は一体？騎士様、謝罪いたします。そしてどうか私たちに力をお貸しください。詳しい事情を聞かせてもらおう。我らとてこの地は初めてなのだ。俺はバイス。仇があんたたちじゃなくて残念だ。私はカチュア、僧侶です。そしてこっちは弟のデニム。僕の名前はデニム。どうか僕らをお許しください。気にする必要はない。驚きはしたがな。ここは暑い。さあどこか別の場所へ移り、そこで話を聞かせてくれないかな。では私たちの隠れ家へ行きましょう。何のもてなしもできませんが。ガルガスタンの勢力に立ち向かうにはそもそも頭数が足りないのです。それは私たちウォルスタも一緒だけど、バクラムはその弱点を補うためにローディスと手を結びました。そうして本国から派遣されたのが暗黒騎士団ロスローリアンってわけか。ロスローリアンはローディスの君主サルディアン教皇直属の近衛騎士団。16ある騎士団の中では最強と言われ、教皇の信頼も厚いとか。しかし彼らの実務は隣国の情報収集であったり秘密工作といった公にはできない任務ばかり。暗黒騎士団とはそうした闇の諜報活動からついた名なのです。しかし何だってそのロスなんとかがバクラムに肩入れするんだ？じゃあ、あんたたちはどうしてこの島へやってきたんだ？この島を、ヴァレリアをゼノビアのものにしたいからじゃないのか？ローディスもゼノビアも、この島で戦争を、代理戦争を俺たちにさせようってことじゃないのか？やめなさい、バイス。言い過ぎよ。事情は分かった。バイス君、君の質問に答えよう。我々は確かにゼノビアの人間だ。しかし今は王国の騎士ではない。我々は追放されたんだ。俺たちは罪人なのさ。もう帰る故郷はないんだ。だから俺たちは仕事を探している。この腕を高く買ってくれる仕事をな。そんな話信じられるもんか。これは俺たちの戦いなんだ。およしなさい、バイス。もういいわ。騎士様、ご無礼の段、何とぞご容赦くださいませ。千なきこと。それより君たちはこれからどうするつもりだ？アルモリカ城に囚われたロンウェイ公爵を助けなければ。ロンウェイ公爵とは君たちのリーダーか？そうだ、俺たちウォルスタ人全員のリーダーだ。ガルガスタンの連中に捕まってる。処刑が近いって噂なんだ。なんとかしなくちゃいけない。
助ければいい金になりそうだな。どうだランスロット、やらねえか。悪かったよ。確かに俺たちだけじゃ無理だ。あんたたちの力が必要だ。そうと決まれば善は急げだ。アルモリカ城へ行こうぜ。ちょっと待って、城には兵が大勢いるわ。私たちに、いや騎士様にだって勝てないわ。無理よ、死んじゃうわ。戦いはもうたくさんよ。デニム君、君はどうなんだ。君の意見を聞かせてくれ。僕らだけでは無理です。ぜひとも力をお貸しください。よし、決まったな。では準備に取り掛かるとしよう。どうして姉さんの言うことが聞けないの。言いたいことはわかるわ。でも私はあなたを失いたくないのよ。考えたくないけど、父さんはきっと死んでいるわ。私にはあなたしかいないの。そう、この世に血を分けた肉親はあなただけ。たった二人しかいない兄弟なのよ。死なせたくない。ごめんね、あなたを止められるわけないのに。でも約束して、姉さんから離れないってね。何やってんだ、みんな待ってるぞ。あんまり弟を甘やかすなよ。あいつだって男なんだ。少し黙っていて。弟はあなたみたいに血の好きな男じゃないのよ。戦いたくて戦ってるんじゃねえや。犬死にしたくないだけだぜ俺は。あの人たちを当てにしてるくせに偉そうな口を聞かないで。あいつらをここへ入れたのはカチュアじゃないか。何を今さら。利用できそうだからオベッカを使ってるんじゃない。あなたみたいに我を通すだけの脳なしじゃないの。少しは感謝なさいよ。けっ、僧侶のくせに人を騙してもいいのかよ。やってらんねえぜ。私はもう誰にも死んでほしくないだけよ。